星の対戦だったんですけれども、リカルド・ロペス、まあ、なんて言いましょう、格の違いを見せつけた感じがあります。5ラウンド1分58秒、サンチェスを TKO に下しまして、この WBC と WBO のタイトルを統一いたしました。感想から伺ってまいりたいと思います。浜さん、はい、まあ、あの格の違いということですけど、このサンチェスもいいんですよね。この選手を東洋を渡りに連れてくると、本当にバッタバッタ立つんじゃないですかね。よく言うように、もうロペスが飛び抜けてるんでしょうね。まあ、そうですね、この世界のレベルもまた一段上に上がってる感じしますよね。あ、まあ、サンチェスからすると本当に相手が悪かったという一言じゃないですかね。技術的には今回はロペスどうなの。もう悪いところ探すのがないというぐらいですよね。じゃあロペス相手にどうやって打ち込むか、もう上背はあるしリーチは長い、はい、打ち込むためには踏み込まないといけないし、踏み込むためにはストレートをかわす、かわしたと同時に左アッパー来ると、何にもできないと。ロペス以上なスピードもしくはパワー持ってないと打ち込めないでしょうね。小泉さんはどうですか、ご覧になって何か違うものを対応した。今日のロペスはやはり気が入ってましたね。まあ、他団体のですね、やはりチャンピオンとの対決ですし、だから1ラウンド目から非常にそのリズミカルに手を出してましたね。はい、そうでしたね。そしてもう自分の方が先にリズムに乗ってポンポン手が出るような、もう、まあ、ヒートアップって言いますかね、もうエンジン全開になって、それで攻め込みましたから、はい、ダメージ与えていい勝ち方だったですね。はい、はい、まあ、何しましてもこれで20度です。1990年、あの大橋秀行選手からタイトルを取りまして、まあ一口20度ですけど、浜田さん、これはいやもうなんという数字でしょうね。このクラスでは破れるのいないんじゃないかというふうに思いますけどね。まあ、小泉さん、私、まあ、古い言葉で金字塔とよく言いますけども、これぞ金字塔でしょうね。まあ、そうですね。まあ、ジョルイスのですね、25度っていうのは世界記録なんですけどね。まだ先にありますけどね。はい、まあ、それに続いて20度って、これはまあリカルド・ロペス、それに次ぐ、まあ、歴代第2位の防衛、連続防衛記録ですね。はい、この際ですけども、ちょっと他の記録もちょっと並べてもらいますか。そうですね、まず、歴代第1位が25度、ジョルイスですね。その次、これリカルド・ロペス20度、19度になるとですね、これは、ウェルター級のヘンリー・アームストロング、でフェザー級のヨセフ・ヨペダル、ジュニアバンタム級のカオサイ・ギャラクティですね。それに続くのが17度、ウィルフレッド・ゴメスですね、ジュニアフェザー級、そしてジュニアフライ級のユミョン、こういうその記録が続いてるんですね。まあ、今浜田さん、いろいろかつての古いチャンピオン、名チャンピオンを挙げていただきましたけども、これ一概に比べることは今できませんよね。階級もかなり割れてきてますし、そういうところあるんですけど、じゃあどういう方法でもいいから20度やってみろって、これできないですよ。そうですね、はい、そういった面ではやっぱり ロペスだからっていうのもあると思いますね。まあ、よく人の記録を取りましてうんぬんする私たちもそうなんですけど、しますけども、本人がじゃあ20度やってごらんって言われたら、もう誰もうんってうなるだけですからね、これはね。大変な記録ですよ。小泉さん、この20度という記録についてはどういう考えですか。そうですね、まあ、チャンピオンというのはですね、5回ぐらい防衛するとですね、ハングリさを失っていくんですよね。そしてだから常にですね、自分をこれ節制して、その20度これ戦い続ける、また防衛するっていうのは大変ですよね。まあ、挑戦者たちはもう荒探しをするわけです。リカルド・ロペスに勝とうと、常にその研究されながら自分のその欠点を矯正して、で自分の特徴を生かして、で相手を屈服させていかないと連続防衛できませんよね。それを20でやったっていうのは、やはりリカルド・ロペスっていうのはすごい選手だと思いますね。まあ、20度おめでとう記念といいましょうか。ここでですね、その、防衛を改めてダイジェストにまとめたものがあります。それをご覧いただきたいと思います。必見でございます。どうぞ。まずは1990年にタイトルを取りました。これは日本の大橋秀行選手から取ったものです。10月に行われた試合でした。浜さん、この試合はどうでした。はい、いやもう大橋君が何もやらなかった、何もできなかったという感じで私リングサイドで見ましたけどね。5ラウンドノックアウトでした。そして、翌年91年になります。これは日本のやはり平野公雄選手、続けて日本人が行ったわけですけれども、これも打ち破られました。これは8ラウンド TKO でした。まあ、これは井岡選手とも戦った韓国のリー・キョンヒョンですね。はい、これ韓国での防衛戦だったんですけれど、ずっとこの同じウェイトで来ています。
は判定だったんですね。ラストラウンドもう抜かつ寸前まで追い込みましたけどね。そして92年、懐かしい名前ですね。すごいノックアウトだったですね。すごい浜さんカウンターですね。バッグですね。体型よく打たすようなパンチはないですよね。これ立てないですよね。もうかなりのダメージになったようです。パチンと当てた左なんですけどね。一瞬のタイミングの掴み方っていうのは動物的なところ持ってますね。そしてロッキーリンさえも打ち破っております。このロッキーリン の試合なんか本当に普通だと届かないような距離から左フックが飛んできたんで、ロッキーリンは避けきれなかったですね。93年もご覧いただきましょう。体のしなりを深く打ちますから、ロペスのパンチは伸びてくるんですね。はい、これ珍しくロケスが血まみれになってるんですけど、自分の血ではないんですよね、これね。これまあ韓国の王冠数なんですけど、アマチュア時代にですね、マイケル・カルバハルに2度勝ってる、はい、まあ、アマチュアの名選手ですよね。まあ、これはプロ転向してきて、確かにいい選手だったんですけど、これまあ出血でですね、結局、ストップされたんですね。これが6度目の防衛戦でした。これが現在ですね、WBC ジュニアフライ級チャンピオンのサマンとの試合ですね。サマン、ソーチャトロンですね。あーね、サマンが挑戦してたんですね。サマンも馬力はありますよね。ジュニアフライ級でやっぱりピンチの次は必ずダッシュしていきますから。そしてとうとうボー・ボンサバン、まあ、この選手もタイでなかなか強いサウスポーだったんですけどね。マニー・メルカ、このカウンターですね。元 IBF のミニフライ級、まあ、ストロー級チャンピオンなんですけどね。まあ、心当たりを見るとタイトル取った当時よりもだん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 強くなっていったなという感じもしますよね。本当にそうですね。エルミン・ガルディア、このマニー・メル挑戦からですね、ドンキンプロモーションと提携したんですね。はい、からもうアメリカ、まあ、特にラスベガスでの試合が多くなっているんですよね。はい、あ、そのドンキンが出てきました。左側の方はご存知、WBC のクライマン会長です。あ、一度あの目で確か一発目だったと思いますよ、あの右は。まあ、軽量級ですから、やはり東洋のタワーブレが多いようですね。だいぶこれで効いてる。このヨドシンは分かったんですよね。確か17歳ぐらいだったんじゃないですかね。そうですね。もうちょっと若いんじゃないかという説もありました。これは相手はですね、メキシコのタフガイのですね、ハビエル・バルゲスですね。まあ、日本でも戦ったことありますけど、まあ、タフでパンチのあるサウスポーなんですけど、まあ、この辺りからですね、サウスポーが苦手だって言われてきたロペスがですね、サウスポーに対してもですね、戦い方を、まあ、マスターしてきましたね。これが12度目。おお、これは見事なカウンターです。今のは右でした。浜さん、右も左も強烈な破壊力を持ってますよ ね。この選手、まあ、この選手というのはロペスです。ロペスの何だけは注意しとけという普通にまあやるわけですけどね、だからもう右も左も全部パンチあるんですから、全部警戒しなきゃいかんということですね。アッパーで倒したのもね、見ましたしね。13度目、1ラウンドノックアウト。1ラウンドですね。あのヤミル・カラバジョです。そして95年、最近になってまいりました、アンディ・タバス。まあ、この試合は私もセコンドしてたんですけどね、まあ、12回まで持ったんですけれど、ラストラウンド、仕留められましたよね。これが14度目でした。そして96年、
アラビラモア、これも小泉さんセコンドに入っていましたけれども、はい、浜さん、私たちは実況してたんですけど、なんて強い選手なんだと。本当に一発、まあ、軽量級で一発ですからね、まあ、小泉さんのこともあってちょっと気持ちは傾いて見てたんですけど、それにしても相手が強かったという印象が残ります。相手が悪かったという、そうですね、ビラモアをですね、その攻め込んでですね、特にストレートでそのボディ狙ったんですけどね、いや当てさせてくれなかったですね。最後ですね、あ、こんなのありかっていう風な感じのですね、左アッパーのロングアッパーですよね。長かったですね。ティシャイ、左フックが強いでしょ、その右ストレートが強い、右アッパーも強い、どのパンチでも倒せるっていう感じですね。結局バランスが良くて体のしないで打ってますから、どのパンチも強いんですね。まあ、当たり前だという顔つきになってきました。ヌドボ、まあ、これ南アフリカの選手ですけどね、まあ、これもレフリーストップですね。はい、一方的になってしまいました。エースタイントレーナー、これは韓国のですね、あのパクミョンソクですね。はい、これも全然問題にならなかったです。これが18度目。そして前回3月の29日に行われました。そして今回お伝えしたのがこの試合です。まあ、今ロペス31歳ですよね。だから7年間チャンピオンでですね、24歳の時にチャンピオンになったんですけど、ずっと全盛期を持続してるんですね。まあ、落ちたっていう感じしませんもんね。全然しないですね。かえってこう上がってきてるような感じさえします。その辺の流れは、あの浜さん、どう見ました、はい、今の、落ちたんじゃなくて上がっていったんじゃないかなという感じなんですね。多彩になってますよね。また体力ももっとついてるんじゃないですか、はい、だからこのクラスでロペス、まあ、もしくはあのロペスの悪いところを探すというんだったら、減量ぐらいしかないんじゃないかなという感じしますよね。かなり、ね、きついという話も聞いてますからね。それ以外は本当に悪いところを探すのは難しいですね。小泉さん、何か気がついたことありますか。やはりその7年間ですね、このウェイトをキープするっていうのはですね、やはりその自分を節制する気持ちですね、それから自分自身に対するプライドですね、はいはい、このタイトルを守り続けるんだと。だからそういう意味でですね、ロペスはやはり精密機械と言われるようにですね、自分のコンディション常にベストコンディションでリング上がってますね、まあ、それが立派だと思いますね。よくあの防衛回数長くなりますと傲慢にもなりますし、遊びたくもなりますし、はい、それで体調崩してしまって負けちゃうケースもね、何か見てきましたけれども、決してこの人はそういうことはなさそうですね、今後もね。20度連続して防衛するっていうのはこれ大変なことですね。それでアマチュア時代40戦無敗ですね、そしてプロに入ってこれで46戦無敗ですか、なんか負けがない、それもすごいですね。さて、女性はどのように見てるんでしょうか。安江さん代表として、はい、このロペス、そうですね、あのロペスのパンチが決まった直後の対戦選手のあの唖然とした顔が物語っていると思うんですけれども、その強さとそのエキセントリックな雰囲気、なんか怖ささえ感じてしまうような、ちょっと近寄りがたい雰囲気を持ってるなという感じがしましたね。逆に怖くなりますか。なるほどね。まあ、こういったあの20度防衛したこのロペスなんですけれども、今後あの聞くところによると上のクラス行くんじゃないかと、25度を目指さずに、そういう話もあるんですが、どうなんですか。ともかくもう相手見つけるのが難しいんですよね、そして次はですね、まあ、日本にも同じのロセンドアルバレス WBA のチャンピオンと、これは統一戦ですね、はいはい、でこれが済むとですね、これはまああの21度目の防衛戦になります。そうするとあとジュニアフライ級へ上がってですね、サマンと対戦する話があるんですね。やはりそうなんですか、はい、これやはりあの体重区から来るんですか、それとも、もうストロー級ではですね、その相手がいないんですよね。
そしてもうあと上のクラスを狙うしかターゲットはないんですね。まあ、浜田さん、はい、まあ、強い選手が、ね、持つあれだと思いますけれども、そうするとなかなか大きなマッチメイクもできなくなってきてるんでしょうね。カウスのところありません、ね、強すぎて相手がいない、世界だといくらでも本当にいそうなところですけどね、はい、逆に一人だけズバ抜けてるんで強すぎてかわいそうなところがあるというところですね、はい。まあ、このタイトルを取った1990年というのはこのエキサイトマッチが始まった年でもあります。ですからもう数多くの名選手が登場しリングを去っていく中でこれだけずっと守り通していくというのはやっぱり偉業だという感じがいたします。